ワークショップには小学1年生から70代までの38人が参加し、6種類の楽器から自分の担当を決め、早速練習に臨みました。このワークショップは演奏の楽しさを知ってもらおうと、仙台在住の打楽器演奏家斉藤博さんが2013年から毎年企画しているものです。参加者は斉藤さんに教わりながら音色を響かせていました。去年もやったんですけど、やっぱりリズムつかむのがちょっと難しいので、でも楽しいです。最初から最後まで全部できるようになる。その世代を超えたこうコミュニケーションとつながりみたいなのは、この打楽器を通しながらこう広がっていければなっていうふうに。参加者は練習を続け、11月3日に仙台市太白区八木山で開かれる八木山フェスタで演奏を披露するということです。